我らが大地ルーナジア、この世界を訪れしそなたよ、見るがいい。この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが5つのブリガンダインだった。その鎧、あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった5つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは史書ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなたよ、今ブリガンダインは正義、高潔、自由、誇り、そして自我の5つ。そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に倣い大陸制覇に向かう6つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たした時、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。グスタファ神聖帝国皇帝ティム・グスタフ、我が一族の強く美しき戦いを見せてやろう。
さあ猛獣ゾワールの前ではルーンの騎士たちも子供同然。マナの力などたちまち消えてバッタバッタと死んでいる。ルーンの神もまさにヒエーそこへ我が国のアラシングストン様だね。はいなはいな、お待ち。よいゾワール、弱い者いじめをするんじゃない。こうしてルーンの騎士たちがこと後に我がグスタファ神聖帝国の礎を作った。ルーンの神をはるかに超える我らの神神ゾール神ゾール。ご覧ください、あの小屋。てめえもう一袋投げてやってもいいぞ。なんだと。間違ってたんだ。こちとらいかにもこいつは正真正銘マナサリージアのグスタフ一族に持っていき。確かか。ああ何がいいんだか知らねえが、グスタフ。何しよ。この方がおっしゃっただろう、本物な。ブリガンだ。正真正銘とはよく言ったものだな。今後グスタフ一族の名誉を汚すような言動は慎む。そう誓うならば許してやる。うるせ。我らグスタフの血は美しい。美しくなくてはならない。シン・ゾワール、その美しき血を永遠に引き継いでいかねばならぬ。また一族の結束を案じているのですね。なぜブリガンダインなどを欲しがる者がいる。なぜ我らグスタフ一族の地位以外のものを求めようとする者がいる。なぜグスタフ一族が一つでさえいれば世界のどの国に。それはきっと帝国の領土が巨大になったからだわ。だからといって他の国のように。そう、必要ない。どこまでも汚れの。ならば改めて分からせねばなるまい。我らグスタファ神聖帝国はその昔だが、我らの先祖が起こしたこの正義の戦いは
他国ではグス、すべては当時我らを敵視した各国のルーンの根も葉もないことをあげつらい。我らグス、そうじゃ、いいぞいいぞティム坊。ちょっとあなたティム、シン・グスタフ様がお作りになられた国をこのルーナジアの唯一無二の帝国にすることこそ我らグスタフ一族に与えられた使命よって、グスタファ神聖帝国はこれより兵を挙げる。シン・ゾワール、シン・ゾワール。
私は死神。怪我はすぐに治してあげるわ。で、神罰を。ご命令を。任せて。はいはい。届き者どもめ。ご命令を。お、どうする？神罰を。
の匂い。お行きなさい。届き者どもめ。届き者どもめ。はっ。あった。
今は引くわ。任せて。はい。やだやだ、本気でかかってきちゃって。私の癒しの力がある限り負けないわ。ハザロフ王子、ココオバ、いや、アルスンが各国。おお、おじさま。お、はあ、やめとき。あ、ルビーの三世王が、と王子のルビーの四世がすぐに後を継い、なんでも。まあ、ココよ。わかってるわよ、それじゃ。ああ、だって、ノーザリオは三世王が死んで大混乱なんでしょ。それでは。はいな。ああ、ノーザリオは遥か昔、正義を振りかざして。今度こそ、その正義の神。は。アーデン大統領はかねてよりですが、このところ、あのモハナキャラダインの偉そうな像かいな。なんでも、アーデンの娘エルザの。エルザですって？どうせ父親の一心を傘にかけた小生意気の小娘なんでしょう。お言葉を返すようですが、グスタフ。それに挑発。は、はーん、なんたってあの国は深い。鬼我ら。まあそう腹を立てるな、ティム。魔力。え、あ、いや、つまりな、誇りのブリガンダインだと信じ、ブリガンダインにはそういう魔。え、ちょっと、な、何をそれ見て。ティム、皇帝。北方司令、そなたはだから、そ、違うわ。ブリガンダインに魔力があるというんじゃなく、そう思う。まったく。おじさま、お兄さまは物事をただただ一本木と。はいな、はいな。あとはブリガンダインを似てくろうがよ。あっちゃ、アルスン卿。はっ。旧ハザム国、かつて
各国に傭兵として重宝がられた彼、今はまだ国の隊を成してはおりませんが、もしかも自由、特にデラの娘タリアは、ふん、我ら一のようだわね。でもロマノフ法王といったら穏健派として宗派の違うモハナ。こらこら、年も女が。誰が。お静かに。しかし、あんたが変なこと言って。そのロマノフ法王でありますが、ルドンマルコ。はい、そのものが先ほどお話、心臓ある信仰の我らにはルーンの神の財派もモハナ派もどうでもよいのですが、両派の対立が我が帝国にまで及んでくるとなると話は別でございます。この際、御意。おお、確かティム・ボーが17、8の。私、付き添いでついていってやろうかって言ったの。そしたら、さあ、おじさま。はい。アルス、お兄様が通われたミレルバ学術院、その時の語学友が頻繁に便りをよこすらしいよね、お兄様。アルスン教、先は、とはいい、所蔵知ったようなこと、ろくでもな、ほとけ。アルスン、何にしても我らグスタ、それを今こそこの大陸の民に知らしめるのだ。これはこれは、シルビー殿、お久しゅうございます。ちょっとイワンさん、落ち着きなさい。こたびの戦乱はグスタフ一族の名誉って、私にとって今日な、何をおっしゃるのですか。この戦乱のせいで各地の遺跡が破壊されたらどう。その遺跡は新グスタフ様や一族が後世に残っ本当。ま、お、イワンさん、私を。大変そうな。一回の冒険者に何ができるの。失礼ね。私だってレッ、それに。しかり。いいから。待ちなさい。まだ。あら、そんなの後からイワンさん、そういうこと。やれやれ。と。
ノーザリオ王家が守り続けてきた正義、この戦場で見せてやる。承知した。なんだか興奮してきたわ。行くぞ。参ります。敵を侮るな。慎重に。帰化の者どもよ、我に続け。気合を入れなさい。行くぞ。
我が国には正義のブリガンダインがある。はっ！承知した。気合を入れなさい。気合を入れなさい。行くぞ。参ります。大丈夫だ、仲間がついてる。行くぞ。承知した。
気合を入れなさい。覚悟しなさい。行くぞ。せい。ダミ。スキャリア。参ります。ビビッドに。まだだ。諦めるわ。承知した。覚悟せよ。ガラッとしてねえきゃ。
んだか興奮してきたわ。今日はもう許してあげるわ。いかん、退路の確保だ。急げ、退却する。正義への思いが。お前たちはこの戦場で。俺はミレルバのアデュあむかう者に容赦は無用だ。賢く立ち回ってやるよ。おーや、任せろ。任せて。我が軍勢の結束を見よ。
おお、ここは一気に攻め込むチャンスだな。やっと。ちょっとさっき振りま。あ、待てど。おうや。任せろ。ドリア。バン。おったかな、おったかな。真ゾワール、我が軍には勝利あるのみ。覚悟するのだ。ここは一気に攻め込む。やっと。ファイン。任せろ。ドリア。あ、手出そう。任せて。Thank you.
速を見よ。退却、時には必要な時もある。俺について。皇帝陛下に、いつでもと。抜かりなく間合いを図るのだ。了解だ。盛り上げていくわよ。行くわよ。はいはい。わかりました。今が好機。命令は。盛り上げていくわよ。行くわよ。どうする？参りましょう。抜かりなく間合いを図るのだ。
解だ。主役登場。はいはい。ほら。わかりました。はい。今が好機。終わりだ。許せ。命令は。ムラッド主役登場。はいはい。ほら。わかりました。
ここだ。一体。了解だ。これ以上グスタファの血を流すわけにはいかん。せめてルーン。戦いを避けられないって。神罰を。What? 私の命令に従いなさい。
神罰を。私の命令に従いなさい。任せて。参ります。これで神罰を。私の命令に従いなさい。痛めつけてあげる。強くなったみたい。
罰を。届き者どもめ、神の御ゾワルーンの騎士。このハハ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 、承知した、切り崩してやるわ。承知しました。皆で戦いましょう。ご命令を。
任せろ。承知した。切り崩してやるわ。承知しました。皆で戦いましょう。死の匂い。任せろ。皆の者、わしを守ることを忘れるんじゃないぞ。どりゃ。承知しました。皆で戦いましょう。ご命令を。よっ。任せろ。は？かゆいわ。承知した。切り崩してやるわ。
わしを守ることを忘れるんじゃないぞ。どりゃ。ご命令とあらば。やあ、もうおしまいにしましょう。突撃する。は？皆の者、わしを守ることを忘れるんじゃないぞ。ご命令とあらば、やりましょう。もうおしまいにします。承知した。切り崩してやるわ。どりゃ。
やりましょう。もうおしまいにしましょう。